こんにちは、野口幸太です。そしてカリフォルニアのめいこ先生、京都の由美先生です。今回も3人でお届けします。よろしくお願いします。ファンの方からご連絡をいただきました。コンクールに関することなんですけれども、紹介しますね。先日お友達からえっと思うようなお話を聞いて、先生方ならどう感じるのかと思いまして。この方、ちなみにピアノの先生です。ピアノの先生からいただいているメッセージです。手短に言うと、コンクールで上に行けなかったのは先生の責任と親御さんから責められた先生がいるそう。親御さんがそう思うなら早くその先生の元から離れたらいいのにと私は思うのですが、それからまだ2年くらい通われているそうですが、受賞されておらず、そんな気持ちで通わせていても先生と親のコミュニケーションが取れるわけもなく、子供にも伝わってピアノ自体が楽しくなくなるんじゃないかなと思うのです。でこのあたりどう感じるかっていうことをね、いただいたわけですよ。この3人の中でご自身が一番コンクール経験が多いであろう由美先生、このパッと見ていかがですか？いやー、もう先生の責任なんてみじんも、なんかそんな考えもついたことないから、ちょっとね、あ、こんな風に言われる先生いらっしゃるんだって、ちょっとびっくりしてます。第一印象、僕も一緒、ええー、って思った。めいこ先生も第一印象、っていうね。そんなことあるんだ、みたいなね。まあ、ただ、この文章だけだとね、いろいろわかんない、詳しいところはわかんないことはあるとは言いつつも、何かと、このピアノって、その点数がついちゃったりとか、あと、比較、点数はつけないまでも、この発表会とかがあった時に、誰々ちゃんの方が誰々ちゃんより上手とかさ、そういう対象に、まあ、なっちゃいがちじゃない。ね。まあ、そういった観点からも、僕たちはこの、まあ、問題提起がされた以上を、まあ、自分たちなりの考えを持つっていうことが必要なのかなとも思うんですよね。もう、猫先生、どうですか？コンクールにで上位に入賞できなかったって意味だと思うんですけど、は先生のせいだって思ったのに、その後、まだその先生の後にところに通ってらっしゃるっていうことが、やっぱり、この質問者さんと同じく私も疑問で、そのコンクールで上位に行けなかったの先生の責任だと思うんだったら、指導方法に問題があると思うんだったら変えるべきだし、信頼はね、自分の子供の貴重な時間を自分が信頼できない人と過ごさせるっていうことは本当もったいないことだと思うんですよ。で、親がやらなきゃいけないのは、この人だったら自分にないものをうちの子供に影響を与えてくれる、そのくらいまでの人だって信頼が置ける人を選ぶことで、はいはい、それが選べないんだったら、うん、もうそこで信頼関係ができないんだったら、お子さんはますます、その、これ書いてらっしゃる通り、お子さんはますますその先生に対して信頼が、親が信頼できないのは肌身に感じるから、それをこの人と一緒にやってても何も学ばないと思うし、本当にむしろピアノが嫌いになるんじゃないかと思って、そっちは心配ですね。確かに、この質問者さんの、このピア、子供に伝わってピアノ自体が楽しくなくなるんじゃないかと思うのですっていうところ、まさにその通りなんじゃないかなっていうね。ですよね。まあ、今さ、その親御さん目線、なんで通わせ続けてるんだろうっていうクエスチョンと同時にさ、この先生の方、これ当のこう言われてる方、まあ、先生のせいですっていうふうに言われた側の先生もどういうふうにこれ捉えるのかなって、だってその後2年間お付き合いしてるわけでしょ。うん、こう先生の方からもこう離れられない何かがあるのかな、突き放せない。いや、でもなんか、ご質問いただいた方にも言うぐらいですよね。そうだよね。2年後。そうなの。ということは、もやもやがあるわけですよね。うん、私はそのもやもやがある中では、ちょっとご一緒できないって感じ。だからちゃんとやっぱり、普段からコミュニケーションがいかに大事か。だからそうやって、先生の責任ですって言われても、自分でもこうなんか、ちょっとこう、腑に落ちるような、なんかこう、そういうコミュニケーションっていうか、ちゃんと取れてないとちょっと難しいなって思う。そうなんだよね。うん、ここの3人みんなそうなんじゃないかなと思うんだけど、この、そのもやもやを抱えながら、その、いや、一時的には OK よ、そりゃ。だけど、そのもやもやを持ったまま2年間って僕、
もう絶対ダメな領域なのよ、僕にとっては。そう、そういう人を、この、ましてやピアノレッスンって、すごいこう、近しい中になっていか、いっちゃうもの、嫌でもそうなっていっちゃうものの中で、この、ここの親御さんは自分のことを、もう如実に信頼してないんだよねって分かった時に、僕だったら、もうちょっと、もう終わりにしましょうっていうね。ただでも一瞬思ったのは、生徒さんが少ない人だったら、やめてくださいって言えないのかなって。自分からやめてって、やめるって言われてれば。ただ、そう、私は意外と言えないんですよ、やめてくださいって。っていうのは、もうこのお母さんと会わないなと思うんだけど、うちの夫が、でも、あなたが手放したら、お母さん変わるかもしれないけど、あなたが手放したらずっとあの子はそのままだよ、かわいそうにとか言うんですよ。子供がかわいそうだとか言うと、ってちょっとやっぱ思っちゃって、自分からは言えなくて、ついこの間まで本当に私に、ご挨拶なさらないお母様もいたけれど、本当に何回もやめていただこうかと思ったんだけれども、でも子供、で、その話を夫に言ったら、やめていただこうと思うって言ったら、でも、お子さんは楽しんでレッスンしてる、もうすごい楽しんでるって言ったら、じゃああなたがやめてって言ったら、その子はもう楽しくなくなるんだねって言われた。はい、言っちゃった。なるほどね。めいこ先生、ね、優しい部分のところが、こう、ちょっと刺激されちゃう。うん、ですごいそのお母様が迎えに来るときに、迎えに来たときにお母さんがすごいブサーイブスーッとしてるのを子供が、うん、ママ今日楽しかったよって言おうと思って、ママってこうやって私の顔とそのお母さんの顔を気遣ってるのが私が分かるんですよ。でそれもかわいそうだったんだけど、それもかわいそうでって言ったんだけど、それこそその高尾に相談したら、あんたがめげずに、ちゃんと毎日毎日、お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあね、今日もよかったねとかって、送り出していけば相手が変わるって言ったから頑張ったら、年末ぐらいから笑顔が出ますようになる。すごいすごい素敵。そうなんだ。だからでもそれ言われれば切らなかったからよかったけど、うんうん、切ったら、うん、ねえ、あ、うん、そうで例えばそのお母さんがそのさっきの話でも、まあ想像でしかないですよ。でも、先生が、せいですよって言ってるってことは、子供に対してもお母さん適切な態度をとってるお母さんだとは思わないんですよ。うん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 。だとしたら、先生まで手放しちゃったら、その適切じゃない大人の間にだけいるようになっちゃうのかなと思うと、うん、なかなかおやめくださいとは言えないのかなと思ったり。ね、ピアノ教師だってピアノ教師である前に一人の人間だから、それぞれのそのこの思いスタンス、それから過去の経験っていうことの積み重ねの上で、この今のこのそれぞれの先生たちがこのレッスン室というフィールドに立ってるわけじゃない。だから本当にもうこの文章だけでこう全部こう断定的に喋ることってできないんだけれども、今のこのめいこ先生の話を聞いただけで僕はまたちょっと視野が広がったんで、僕はね、そうだからきっと今これ結構ピアノの先生も見てらっしゃる、見てくださってる動画になってと思うので、なんか僕は簡単にもうやめていただくみたいな割とそっちを選ぶ、その方がお互いいいでしょうよの方に行きがちなタイプなんだけども、それは単にそのじゃあ経営的なことだけじゃなくて、もしかしたらその気持ち的なところで、もう私が手放してしまったら、私がこうやってしまった、切ってしまったら、本当に今のめいこ先生のお話じゃないけども、そういうふうに思っていらっしゃる可能性もあるんだなっていう一つ感じました。ゆみ先生どうですか。なんかまあそういう生徒さんもなんかね、なんかごめんなさい、ちょっと待ってね、ぼーっとしてた、もうそうだよ、めいこ先生優しいなーと思ったらぼーっとしちゃった、ごめんなさい。うんうんうん、いいの、うん、なんか本当にそのなんていうのかな、このマジでピアノ教師、これから本当にこのなんていうのか、ピアノ教師だけじゃないと思うけど、その人が問われる時代だと思うんだよね。うん、ピアノ教師である、だからピアノを教える技能がある、知識がある、こんなことはもう当たり前。ね。で、その上で、あなたという人がどういう人なのかっていうことを、
やっぱりそれをこう売り物にしていくっていう、そういう時代なんだと思うんだよね。だから、なんか、まあ、このね、質問の内容から、どれだけ添えてる回答になるかはわかんないけれども、怒ってることとかっていうのは、症状に過ぎないわけじゃない。この、ね、もし何か問題があるんだとして、その根本にある問題があって、例えば、こういうふうにリスペクトされないとか、こういう、なんか、なんていうか、声を、ぶつけられたとかってね、それはもう怒ってる症状でしかない。だから、もしこういうことで困ってるっていうことがあるんだとしたら、それはもっと根本的なところに何かの、問題というか、解決の糸口は、ここじゃなくて多分自分の中にあるのかなっていうふうに、思うんだよね。そう。多分2年間その言われたっていうことに対してやっぱりこう私2年もこうやってモヤモヤしてるっていうのがもう絶対耐えられない、絶対耐えられない。毎回のレッスンで私はもうずっと萎縮しちゃって絶対でいいレッスンできないんですよ。だからやっぱり自分なりにこう自分のあり方っていうかね、自分がどういう人間かっていうのはやっぱりちょっとこう自分とも照らし合わせながらどうやったらいいみんなでねこう三角関係でいいレッスンができるかなっていうことを考えた上で、やっぱりちょっと難しいなと思ったら私引きずっちゃうんですよ、そういうモヤモヤって。もうレッスン終わったら全部ね私ね流せないのなかなか。だからやっぱりそのまあ生徒さん、そうね、だから私そういうこと言われてあんまりこうなんか問題ごとにしない、なんかあんまりそういうこと言われても、こんなことやってさって問題ごとにしない、あこのこと言われたここら辺に置いといてやる、でそれでもダメだったらすいませんって言って、なんかでもお別れしますっていう言葉はどう言うんだろう。ちょっと私お別れしたことがまだなくて今まで。ああ。どうするのかがちょっとまだわからないけど、そう。なんかちょっとしたって。多分私。そう。多分私もこうだねと、じゃあすいませんって言って多分、そうするかなって多分言うと思う。ねえ。はい。まあということで、たった一つのね、質問から、こうやってね、この三者三様の回答が出てくるっていうところも面白いんじゃないかなと思うし、それが、まあそういうものだよねってね、まあそれぞれ、本当に考え方、それはもう全然違ってくるっていうね、ことを、まあ分かったなって思いました。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。